Hello, 皆様、こんにちは。大家好、アミンです。まあ今回はまたプチキャンプ来ました。そうね、まあ休みを利用してね。但是其实有个小故事呢、まあ日常多分最近はお互いでもストレスとか疲労が溜まってて、まあちょっと喧嘩しました。そうですね。其实呢、其实吵架的理由很好笑啦。但是反正今天就是来露营的，然后其实最近我们刚好收到邀请，我们要来开箱一个这个好像不错用的这个露营用的这个 gas cone， 又要穿一点是呢。そうですね。看他准备一下这个。いやなんか景色良さそうで、なんか refresh で、なんか突然なんか先日どうして喧嘩する原因もなんかもうすぐ忘れっぽいよね。我是不是忘了讲一下？其实洗碗，基本上洗碗跟整理厨房，基本上是我的工作。但是有时候就是我们两个也累了，然后我们刚好就是吃完，我们刚才就吃完饭，一些碗筷的话，我们可能是到隔天才洗嘛。煮饭的话，有时候也是他喜欢煮，因为他也是蛮喜欢料理的。然后就隔天大概，因为有时候白天我也在用电脑，最近在弄一些东西，就是其实也是比较忙。然后但是我大概白天的时候，有时候他说他想要煮什么东西，他晚上他想要煮什么东西，白天我当然会先把这个厨房收拾好，然后碗都洗好，然后大概下午弄好，然后他大概傍晚回来，然后他要煮他喜欢的东西，然后我都已经厨房都已经收拾好了，然后他就开始煮弄。然后弄到九点，然后我也是没有闲着啊，我就在旁边倒垃圾啊，然后在旁边啊，然后整理衣服干嘛的啊，就是差不多傍晚的时候，我们就会做一些家事这样子，然后他就煮饭，然后煮了都已经快九点，都已经九点煮好的时候，那我想说，那我就先吃啊，就干嘛煮完、啊、就两个人就一起先吃，然后要收拾厨房什么那些我也会弄。然后我就拉他去客厅，我想叫他一起先吃饭。然后后来他就不高兴，他说：“那他不吃了。”然后他要去睡觉。那我就整个傻眼，我就想说：“你大爷了，你煮饭煮到快九点。”然后我想说：“我一开始也收拾好。”所以呢，結局は私たちは二人でも食べない。まあそうですね。へい、そのまあ家事もあるでしょ。家事は二人は普段はやっぱりそのようなまあ家事。ずっとやるなら、ずっと家から自炊のは、それ疲労たまるでしょ。いやまあそれもそうだし、ね、普段の仕事もしてるからさ。まあ、ね、お互いにその昼間はやることが多い。まあでもアミンは確かに料理はある、確かに好きだよ。普段キッチンはやるは大体私がやってるでしょ。まあそれは。いや大体私がやってるでしょ。それは事実だけどさ。それで一応アミはなんか私の普段はさ少しリリースためだから秋は料理した後も一応いろん片付けるはさ一応強くもしたい私の一応話二人は一緒に話し合って私の普段を減らすためにだから片付けようもしたでしょだから私はその時は まず片付けはやめよう一緒に食べるって話し合ってやっぱり二人でも考えがあるの少し思いやりがあるな二人は仲良くしたじゃん。我现在要开始老婆视角了，所以我们现在已经准备好了。これはどこで買ったの？まあこれはホームセンター。ホームセンター。このこれ使い捨てタイプなの？これは使い捨て。実は私たち家ももう一個あるでしょ？ね、其实我们家也有一个橘色的，我们用很久了，然后第一次来试用这个。うちでねいつも使ってるお鍋のは。まあこういう風に形も違うんだけどこういうのがついてないから、はい、風、ね、これがついてて風を防げます、はい、だから外でも使える、うん、ということなんでちょっと使ってみようはい、まあ、老婆視角乾杯よそうですノンアルコールねまだ料理してないもうすぐ乾杯まず乾杯、はい、乾杯、はい、準備できた楽しそうね楽しそうじゃん嬉しそうじゃん好了，看一下今天露营的有什么食材。食材只花了4000日币左右，大概一个人2000左右啦。就是有一些蔬菜，还有这个高丽菜，还有这个冷冻的金吉斯港羊肉，这个已经是调好味的。这个北海道小樽的，不过这三包，这有三包，我们应该不会吃到三包。然后还有冬粉。然后这是他说他想吃这个米芝康的这个味噌锅的这个看起来好像不错吃哎，豚骨、虾子、半鹅，
还有买了北极贝，买了一些这个贝类。昨天很幸运买到的这个是花笑蟹，这个也半盒。最近这个口味我真的觉得超好喝的。今は先にジンギスカン焼きますね。そうですね。今日はね、ジンギスカンの後にまあお鍋もするってことですね。はい。ここね、高さがあるんだけど、このここが熱くなるから、ね、なるべくこっちには重ならないようにちょっとお鍋を置いた方がいいですね。あ、そう。そうです。まあこのお鍋なら大丈夫。哦，看它里面这个火，哇，它里面这个火还蛮强的哦。因为我们现在基本上是在我们在海边这边，就在石兽的蛤蟆马石这边。我们之前也有来过一次，这边风其实说真的还蛮大的。哇，不过看起来这个它这个炉子这个火应该是没问题的。私は確かにラッキーで、まあ、このような夫がいるって、もう料理もできる。私はラッキーで、簡単料理。但是我知道大家看起来是觉得我真的很幸运。プロではないです。之后我也是反省，我以后可能会更早的把厨房收好。料理は愛情ですよ。いや、そうだよ。料理がうまい下手っていうよりも、美味しいものを食べてほしいなとかっていう気持ちもあるからですね。だからまあ、俺は料理は、まあ、そんな上手じゃないんだけど。まあ、俺はじゃない。私はまあ、料理はそんな。いや、上手だよ。全然上手だよ。だね、私から見ると、なんか普段自分職人の精神のこの料理もいっぱいいるわけだ。そうそうそう。これだとね、火力が調節できるのがいいよね。そうだね。うん、ね、まあ今もうちょっとで焼けそうだから。あ、これ便利だね。便利だね。焼けたらまあちょっと弱くすればね、保温できる。这个还蛮多程度的，有这个小火到大火，可以自己调。呀，这个 case 还蛮硬的。这个外出用的，就不管是家里用、家里室内用，还是外出露营的话，感觉都还蛮方便的。甚至有时候发生地震或是什么，有时候灾害的时候啊。有这一种携带的这个瓦斯炉还是蛮方便的哦。今日ちょっと風がねすごい強かったよね。だから時間かかっちゃったけど、でもコンロの火はね全然消えないよねこれね。やっぱり外で使うタイプのコンロだね。哦，我们现在换口这个虾子。北海道这边都买不到草虾，很奇怪，但是他们都是卖这种，感觉是比较大的这种，壳就软软的这种。我在猜是有点类似天使红虾嘛，还是什么的。哇，ちょっと塩かけるか。はい、お願いします。お。もうちょっと。露营只能喝这个无酒精啤酒啊。でもさっき仲良い直りしたでしょ。倒啤酒都要这样倒，高高的这样倒，泡才会多。ちょっとそれ泡だらけでしょ。あ、これ美味しいね。美味しいね。じゃあいただきます。美味しい。让大家看一下这边周边，这边就是一个还蛮大的海边的露营场。那边有一个 Seiko 嘛，可以买一些饮料啊什么的，都还蛮方便的哦。然后这边就草地都还蛮宽敞的，然后那边有地方啊可以洗要露营的东西，一些材料那边都可以洗。然后那边也有厕所，都有冲水马桶的，水龙头什么都有的。然后今天就在这边露营。哇，看在这边的草原，哇，这边草原看起来很棒哎。都还可以在这边遛狗之类的，然后那边就是海哦，那边也可以走去海那边，虽然这边是沿岸。哦，烤这个贝要比较久啊，所以要等一下。今リラックスしてる待ってちゃん。
哇，看起来好好吃哦。哇，现在放了。焦げちゃったけどね。そうだね、まあね。でも貝焼くのは普通そうなるんじゃない？まあね、最後にね。なんか全然開かないね。わかんない。もうちょっとで開きそうだけどさ。でも多分もうすぐじゃない。あ、待って。もう開いたんじゃない？これ、これ。え、もういいじゃん。いや、手で無理やりはいかんか？ついてた。あ、なんでこのピンク色なの？おいしそう。超级大的哦。哇。哦。嗯。どうですか？美味しいです。美味しい。哇。虽然被我们烤成这样子的北极贝。哇，而且它还有一种粉红色的感觉。哇，这个看起来很特别。问阿明说他要不要吃这个北极贝，他竟然不要。用这个剪刀剪这个贝。我一起给了 ，OK， 就已经到这间露营，最后的一道就是个花笑蟹。今回はね、ミツカンの鍋つゆをまああえて買ったんだけど、ねミツカンさんは外でお鍋をしましょうってことで最近キャンペーンをやってて、ねでプラスまあ札幌ビールはねこれノンアルコール機を買いましたけど、まあこのコラボレーションで、ね、アウトドアでお鍋を食べようっていうことを今やってるみたいなんで、ね、せっかくなんでちょっと。お鍋を作って、ね、今日のプチキャンプの締めにしたいと思います。はい。まあ味噌味だね。味噌味。うわ。うん。はい、もうできました。できましたね。おお。美味しそう。美味しそう。ね。味噌カニ鍋。北海道大自然の下でじゃん。乾杯。今日お疲れ様。お疲れ様。それじゃあもうなるべくこれがもう喧嘩しないでね。そうね。喧嘩したらじゃあキャンピングまた来ます。キャンピングしたら投げよくします。あ、まあ。じゃあいただきます。KT がね味噌鍋にしよう。アイデア出したからね。あ、日本は花咲カニのその味噌汁多いでしょ。多いね。OK。那就是今天我们这个我们夫妇小故事，然后加这个露营开箱这个瓦斯炉的这个影片啊，这个户外瓦斯炉。然后大家如果有兴趣的话，大家也可以在说明栏看，给说明栏点开连结，然后参考一下这个便利的瓦斯炉哦，这个一个也不会太贵，然后在户外野外用，还有发生什么地震的时候也蛮方便的。あの日本の岩谷産業株式会社さんから、このコンロですね。コンロの方のご提供をいただきました。まずは本当にありがとうございます。ありがとうございましたそしてほら外でお鍋するんだったら本当これすごくね使いやすいし、まあ、非常にねあの前から知ってたんですけど実はすごくいいものだったんで、まあ、皆さん興味がある人がいたらあの貼ってあるリンクで知ってもらえたらなっていうふうに思います。はい、現在已经露营完了。ちょっとアイス買いに来ました。セコマート。我、哦、要吃什么呢？北海道牛乳莫诺卡酱粉，好多冰淇淋哦，还有 Seiko 家他们家出的巧克力，还有草莓的，哎，还有梅隆哈密瓜口味，哈密瓜口味冰淇淋。那你食べるの？はい。阿明はこれな。そうです。これ好きだ。じゃあ私これ。これメイロンアイスかな。メイロンアイス。メイロンアイス。いただきます。アイスも乾杯やな。何それ。